さあ、そしてですね、王座決定戦に進んだ8人をご紹介したいと思います。青山周平選手、鈴木圭一郎選手、荒尾聡選手、早川誠太郎選手、金子大輔選手、佐藤隆也選手、永井大輔選手、そして浦田慎介選手です。ちなみにですね、画面の右側から平均得点上位の選手で皆さんにご紹介させていただいています。従いまして、まず最初に枠番を選択できるのは青山周平選手、次いで圭一郎選手、荒尾選手ということになります。さあ、板橋さん、はい、青山周平選手、自分だけ、自分がトップスタートを切ることだけを考えるのか、はい、それとも誰かがやはり自分が気にする選手がいて、その人を内に入れて、そこをかぶせるとか、いろいろ思いを巡らせるところもあると思うんですが、己との戦いと考えれば、こう位置を取ったりということは考えられると思います。青山選手はこれ1を引いてくるかなと思うんですがね、切れてますからね。そうですね。でも今日の感じで言いますと、やっぱり青山選手は圭一郎選手にだけは行かれたくないという思いになりますよね、そうですね。ということは、青山選手もし例えば2ですとか3を取った場合に、圭一郎選手はその内に行くかもしれない。ありますよね、そしてトップスタートを切られたら厳しいかもしれないという考えにはなりますよね。そうすると内に、入れたくないですよね。そうですね、あとちょうど微妙な境目である5番目の選択順位に入ったのが金子選手、はい、今日始まる前の段階から枠はどこでもいいと、ただ5枠までには入りたい、はい、5と6から外というのは全然違ってくると、そうですね、まあ、4、5ぐらいまでですね。そうですね、本人はその4、5あたりまでに入れれば、あとはやっぱり人を抜いていけるようなエンジンを作ることという話をしてました。前の圭一郎選手のように8を選ぶということは今回はないような気がしますからね。そうですね、そうですね。でも板橋さん、これも思いを巡らせて、例えば金子選手5番目ですよね、自分が5枠を取ったら佐藤隆也選手は6に来る確率は高いですよね、そうですね。で、金子選手もし6を取れば、佐藤隆也選手は5を取る確率は高いですよね。あ、そうですね、取ってきますね、はい、佐藤隆也選手がいいスタートを切れば、という考えも、はい、ありますね。ありますよね、と言ってますけどね、はい。まあ、でも画面の右側の青山周平、鈴木圭一郎というところは、はい、今オートカーを代表するほどのスタート校舎で、まあこの2人トライアル毎日のように一周一コーナーの主役になっていましたから、そうですね。ですから皆さん、この2人をいかに抜いていける状態を作るかっていうところが、後ほどその枠番選択会の様子はご覧いただきたいと思います。それではここで番組からプレゼントのご案内です。今回番組からのプレゼントは、今シリーズのクオカード、そして特製パーカー、こちらをそれぞれ10名様にプレゼントいたします。どちらのプレゼントが欲しいかを必ずお書きの上、先ほどのラピスタのプレゼントとは違いますのでご注意ください。川口市青木521-1川口町とプレゼント係までふるってご応募ください。こちらも1月4日木曜日の決心有効です。皆様からのご応募お待ちしております。以上、プレゼントのご案内でした。さあ、まもなくイベントホールの方にね、もう練習走行も終わりました。つい先ほどまでエンジン音が響いていた川口オートレース場でしたが、今はそのエンジン音が収まりました、はい、ということはもう夕方練習の終了時刻ということになりまして、この後選択会、抽選会が行われるということになります。いや、今から楽しみだね、はい、単調にすんなりと8枠まで埋まる時もあれば、はい、ドラマがあったりね、特に印象的だったのは、今年5月に行われましたオールスターオートレース、まあ、この枠番というのはファンの皆さんの前の公開ではなかったんですけども、鈴木圭一郎選手があえて8を選んだというところで、これは関係者、ファン皆さんが度肝を抜かれた一コマだったんですけども、まあ、その鈴木圭一郎選手は2番目に枠番を選択する権利があるということで、まあ、セオリー通りに行けば内枠の方に入るのかなと思うんですが、その皆さんが考える常識は鈴木圭一郎選手の常識ではないというところが、
何か常識が非常識、非常識が常識だったりするのが新人類の鈴木圭一郎選手でありますから。そうですよね。でこのスーパースター王座決定戦はファンの皆さんの前でその選択会をする、うん、はい、おそらくね、選手名がコールされて皆さんの前に立った時にファンの皆さんからいくついくつとか3とか言われると思うんですよね。そこでファンの皆さんとのこうちょっとしたこうアイコンタクトとか交流があって、何か一盛り上がり二盛り上がりしてもらいたいなという気持ちもありますけどもね。どんな、まあでもこれやっぱり一番最初に選択する選手の番号によるでしょうね。そうでしょうね。青山選手すんなり決まりますかね。結構いろいろと悩みながら取るような気がしますけど、はい、いやでもどうですかね。1からこう選んでいくと大体すんなり8まで ね、スムーズに決まるということが多いんですけど、はい、これはもう負担を分けてみないと分かりません。はい、でも鈴木圭一郎選手もちょっと予選道中どうかなと思っていたんですが、うん、はい、振り返れば去年のスーパースタートライアルも予選は1勝もできずに、うん、で王座で勝ったんですね。で、今年も結局は、うん、トライアルでなかなか結果が出なかった、はい、でも最後の最後だいぶ帳尻合わせてきたというところです、うん、さあイベントホールご覧いただきたいと思います。林家三平師匠もこちら盛り上げてくださいます。公開枠番抽選会が間もなく始まる。見てくださいこの画面の下、これだけのファンの皆さんがね、今カメラの片手に構えております。これは今着席できるエリアがフレームに入っていますが、おそらくこのカメラの後ろには立ち見のファンの方もたくさんいらっしゃるでしょうから、今画面の右側ステージ、のですね、ステージから見て左側にはですね、それではトライアル戦を勝負服がユニフォームが8色分盛大な拍手でお迎えください。準備されています。さあ王座に勝ち上がった8人の選手がコールされまして登場します。ご覧いただきましょう。青山周平選手、続きまして競争得点第2位鈴木圭一郎選手、続きまして競争得点第3位荒尾聡選手、続きまして競争得点第4位早川誠太郎選手、続きまして競争得点第5位金子大輔選手、続きまして競争得点第6位佐藤隆也選手、続きまして競争得点第7位永井大輔選手、続きまして競争得点第8位浦田慎介選手、ありがとうございます。以上の8選手が今回のファイナリストということになります。さあそれでは運命の枠番選択に移らせていただきます。競争得点1位の青山選手から希望の枠番をセンターマイクで発表お願いいたします。さあいよいよ青山周平選手どの枠を選ぶのかお聞きください。2番、2号車、2番を選びました青山選手。さあ青山選手2枠となりました。見つけてください。ありがとうございます。それでは元の位置にお戻りください。そして鈴木圭一郎選手、鈴木圭一郎選手センターマイクでお答えください。お願いいたします。3でお願いします。3号車、3枠を選びました鈴木選手。後ろの早川選手がちょっとにやりとしている。これは荒尾選手とアイコンタクト、荒尾選手の位置が残ってるじゃないかという感じでしょうかね。
1位を選びました荒尾選手。荒尾選手が1位。さあそれでは早川選手お願いします。そして早川選手4番お願いします。早川誠太郎選手は4号車です。さあ続いて金子大輔選手お願いいたします。5でしょ5でしょ。金子選手5枠です。続きまして佐藤孝也選手お願いします。6番で佐藤孝也選手は6号車ということになりました。佐藤孝也選手となりました。そして永井選手お願いいたします。7で7枠です。ちょっと遠慮気味に7でということで、浦田選手が8号車ということになります。8番ですありがとうございます。ここに盛り上げてください。そうですね、このような枠順ということになりました。はい、ということでSG 第32回スーパースターを8号車まで決まりました。番が決定いたしました。板場さん一言いただけますか。はい、そうですね、まあ、予想と違って青山選手ね、2枠取ってきましたけどね、ちょうどそこら辺が出やすいんでしょうかね。10% という割合になってますんで、このタイヤをどう選ぶか、ここが期待するところですよね。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、さあ続きまして七日さんにも一言お願いいたします。はい、感想って言ってもねすごい難しいんですけど、とりあえず明日楽しみにしたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございます。さあそれではゲストの皆様を交えましたフォトセッションをただいまより行いたさあこれからフォトセッションということになります。ゲストの皆さん、いや8人の枠番が決まりました。先ほど明日の天気予報もお伝えしましたが、まあ、雨の心配もほぼほぼなさそうな感じですよね。そうですね、曇り予報ということでちょっと、ね、晴れ間が見えなそうなのが残念ですけどね、まあ、でも、スタンドで観戦するファンの方はちょっと寒いかもしれませんが、でも金子選手ひょっとしたらすごいタイムが出るかもしれませんよ。レースが暑いので寒さも吹き飛ばしてくれそうですけどね。そうですね、まあ、でも場内たくさん、ね、温かいものを用意しておりますので、そういったところで体を温めながらレースを楽しんで皆さんいただきたいと思います。8人の選手、さらには林家三平さん、そして七日さんと並んで記念撮影が現在行われています。荒尾、青山、鈴木圭一郎、早川、さらに金子大輔、佐藤孝也、永井大輔、浦田慎介、こういった8人によりましての王座決定戦5100メートル10周競争で行われます。はい、まず正面の板橋さん、はい、この枠番で板橋さんが最も優勝に近い男は誰だと思いますか。そうですね、僕はもうやはり2番3番、青山選手、鈴木圭一郎選手がね、まあ去年もそういうレースありましたけど、はい、まあ、この辺がやはり強いのかなと、これ板橋さん、青山選手が1ではなく2を取ったという、はい、その思惑、元選手からの目線でどういうことが想像できますか。そうですね、1枠がまあ一番いいとされてますがね、角度的にあんまりインコースから出ていって曲がりきれないと、はらんで刺される可能性も出てきますよね、はい、また同じようなスピード、みんなスタート早いですからね、はい、だから多少インコース開けて大きく回れるような位置取りにしたんじゃないでしょうかね、うん、これは荒尾選手が1枠、うん、そして圭一郎選手が3を取るのは想定の範囲内だったんですね。そうですね、まあ、荒尾選手はね、顔を見てたら表情見てたら締めたって感じでしたけどね、うん、ですね、うん、青山選手が2を取って圭一郎選手、荒尾選手、そうですね、でその他は枠番通りということに、はい、まあ、選択順通りということになりました。どんな王座決定戦になりそうですか。そうですね、やはり1号車2号車が先手を取っていって、鈴木圭一郎選手がね3番手ぐらいから追い上げていくような形になると思うんですが、あと大外からね佐藤孝也選手あたりもねスタート一気にいきそうな感じもしますけどね。そうですね、はい、まあ、戦前は雨予報というところもあったんですが、うん、はい、雨だったらばこう荒尾聡選手などもね、
実績は抜群ですから。そうですね、はい、で佐藤孝也選手、はい、もう開催前から雨だったら負ける気しないと、うん、はい、いう話はしていたんですけど、ただ予報は変わりまして、両走路の確率がかなり高いという状況です。富山、ね、さんもずっと見てきてね、はい、スーパースターも何年も見てきてると思いますが、うん、この勝ち上がった8人見てどうですか。まあ、結局強い選手は強いんだなという感じが、もともと1年を通して思っていましたけれども、うん、やっぱりレースがとにかく面白くて、あれだけ接近戦で、私レース見ながら実況の隣でキャーとかワーとか言って私初めてシーってやりましたからね、はい、強制退場何回かそう見るところで受けてしまいました。はいはい、であと板橋さん、はい、浦田選手に一言いただきたいんですが、はい、今日の状況で言いますと、うん、あのレースの内容からいきますと、はい、フライングがなかったらば、うんうん、ちょっとやっぱり王座に勝ち上がった確率はそう高くはなかったと思うんですね。そうですね、はい、でこれ王座に進むことができました、ましたよね、これもう一か八かの整備とか、うん、はい、まあそういうこともやってくると思いますけどね。まあ今日のスタートなんか見たらかなりね入れ込んでましたよ、はい、あの永井選手の横までねちょっとぶつかりそうな感じで行ってましたからね。あと永井選手は今日2号まで時計を上げていました、うん、まあ、今日のちょっと内容は本人がどう今日の走りを捉えていたのか、はい、エンジン状態を分析していたのか分かりませんが、うん、ちょっと明日またね。そうですね、このままじゃねちょっと勝負できないですからね、うん、どう整備を施してくるのか、はい、明日の動き、王座決定戦の大一番、思想の動きにご注目いただきたいと思います。いよいよ2017年オーラスの戦い、スーパースター王座決定戦ファイナリストが出揃いました。泣いても笑ってもあと1日、どうぞ皆さん大晦日川口町とスーパースターフェスタでお楽しみください。解説は板橋忍さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。